はい、景観物運送業を展開しております合同会社元町便の椎名久也です。今回もですね、弊社のお試し体験に来ていただいた飯田さんのインタビューですね、こちらをお送りします。飯田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今回のインタビューは、この YouTube をご覧になっている方に向けてですね、ちょっと、コメントをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、給食求めてる方がいて、車を運転することが好きだとか、あとやっぱりあのこういう配送の仕事に興味を持ってる人だったら、やっぱりやりがい的にはやっぱり会社勤めよりは、あの個人事業主としてこういう軽貨物とかに入ってられた方が、やっぱり先を長く見た時に仕事にやる気は出るんではないかと思いますけどね。なるほど、なるほど。やっぱりはっきり言えば仕事を自分で取ってくることも可能だろうし、そして先ね、大きくすることもできる可能性も持ってる部分があるんで、ただ会社勤めしちゃうとどうしても使われるだけで、自分がどうこうしようっていうことを生かすことっていうのは、まあトラック運転することぐらいしかできないんで、あと他に利用する価値っていうのは出てこないんじゃないかと思うんで、だそういう意味では軽貨物で個人事業主としてやっていった方が、自分を大きくすることもできる可能性は秘めてるんではないかと思います。なるほど、素晴らしいですね。おっしゃる通りだと思います。はい、ということで、まだインタビューは続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。